私泣きます、無理やり泣きます。ストレス溜まったと思ったらもうどんな方法でも無理やり泣きます。映画見たりとか、うん、動画見たりとかして、なんか泣いたらもうなんかすっきりするというか。結局は性格的にそこまでこう思い詰めないというか、ポジティブなので、まあそこのマイナス要素に対して考えても解決しないなっていうのは分かってるんですけど、でもそういう時ってでもなんとなくまあネガティブになってしまう。でも泣くことによって、ああまあ結局なんとかなるでしょうっていうところに行き着くので、あとはあのストレスをためないようにはします。もう好きなことをできる時にあのするようにしてます。ショッピングであったり、美味しいものを食べるだったり、もうなんとなくこう、まあ、やらなきゃいけない時とやらない時っていうかオンオフはあのはっきりして、その分休んだから頑張る、頑張ったから休む、そのメリハリはちゃんとするようにして。そう思われがちですけどそうではない。アスリートだからこそ今ってすごく正当化されて美化されてる人種って言ったら変ですけど、でもアスリートも結局人間で弱いところもあって、それでもそれをうまくごまかしてこう大きく見せて強がりながら戦ってる。だから弱いところもみんなそれぞれですけどあるし、もちろんストレスに強くなければいけないかもしれないですけど、全員が全員そうではない。でもそれをうまくこう自分でこう付き合いながら、自分のその処理の仕方をそれぞれ学んで身につけて、それぞれがこうたどり着いたところにいるっていうのがあると思うので、アスリートだからこうじゃなきゃ、アスリートだからこうだよねっていう勝手にイメージされるのは私はあんまり好きじゃない。